サンタさん、サンタさん。なあ、セナ。あれ、どうしたんですか、サンタさん。つか、なんで。はい。クリスマスとか言わなきゃいけねえの。いや、リア充とかどうでもいいし、知らねえし、そんな。いや、我々はやっぱり人々をこう喜ばせるのが役割じゃないですか。やだよ、そんなの。え、なんで俺がやんなきゃいけないの。そんな、あなたがサンタだからです。プレゼントとかめんどくせえしさ、運んでるの。なんで俺が、つか、何、撮ってんの。撮ってます。ざけんで、ね、ちょっと見ないでくれる。ちょ、サンタさん、はい、まあそんな気持ちわかりますけど。わかるでしょ。でもせっかくなんで、うん、みんなに歌をお届けしましょうよ。なんでだから俺が幸せないのにみんなを幸せにすることできないって言ってる。いいじゃないの。無理でしょ。やりましょう、やりましょう。いや、いいよ、少年がやるよね。よし、やりましょう、やりましょう。やった、やった。もういいよ、だから俺は幸せにする気なんてないっつ。なんでそんなに膨れてんの、サンタさん。だからリア充とかめんどくさいの。もういいの、そういうの。めんどくさい。サンタさんはリア充じゃないの。だったらもっと幸せな気分を分け与えてるよ。なんで、何があったの、サンタさん。いろいろあるんだ、いろいろめんどくさいの。もうこれ子供とかに運ばなきゃいけないんだよ、プレゼントとかさ、うん、で、なんかそんな。でもこれ幸せな気持ちだったらそれも楽しいんでしょ。え、幸せな気持ちになれないの、だから。なんで、なんで、何があったの。だって下ではこうカップルたちがイチャイチャしてるんです。そんなのを見ながら一生懸命働くわけだよ。だから何があったの、サンタさんに。え、何があったの。だからサンタさんもね、いろいろと振られたりもあるんだよ。振られたの。サンタさん振られた。そうなんだよ、もうだからやってらんねえんだよ。本当によ、ちゃんと運ばねえくせにさ。だから歌わないって言ってんじゃん。ではもう嫌なんだよ、こんな状況でね。ラブソングだよ、しかもこれ歌ってられないよ。分かったよ。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。そっとはため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く。あの赤レンガの停車場で二度と帰らない。誰かを待ってる。
親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃、昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔するやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。今ならなんだって注文できる。親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなものなんでも頼めるさ。スーパーに湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。街はにぎやか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス押さえとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。
女子のおてては、どうやってつなぐの？ねえ、ラブレターって、どこで売ってるの？ください。なぜに俺たちはモテない。どうして俺たちはモテない。拝啓、おふくろ様。孫の顔は見せてあげられそうにありません。おやじ様、あなたの血筋は僕で終わりです。虫に例えたら王様カブトムシだけど、俺のカブトは角が短いあいつさ。デパートの片隅で売れ残ってるあいつさ、周りはみんな売れてく。俺は虫かごで死んでる。ひっくり返って、あれ、もしかして俺しまえ、おもろいやつも死んでしまえ、流行りのファッションも死んでしまえ、俺以外のオスは死んでしまえ、クリスマスイブも死んでしまえ、クリスマスも死んでしまえ、俺たちに人権はないのか、俺たちは繁殖しちゃダメなのか、どうして俺たちはモテない、どうして俺たちはモテない。今年のクリスマスイブはオフ会があるから一人ぼっちじゃありません。Oh, oh, oh.
叶えられそうもない。必ず今夜なら言えそうな気がしたもされない降りない進んだら見えないの、いつらないんだって。まず後半もやります。関西方面から行くよ、今日は。関西からですか、うん、関西方面から行くよ。大阪ですね。そっち、東北、東北。ちょっと、はい、はい、行くよ。後半もやりますんで、よかったら来てください。行くよ。遅いよ、これじゃ2年かかるよ。